アパートローンの規定にハマっとる人がアパートローンを借り切るまでは、そうサラリーマンの人が借り切るまでは生活レベルっていうのを上げてはいけないと思うんだけど、借り切った後は多少なりとも上げてもいい。熱血コンサル基礎産業。資産形成に関する考え方で、サラリーマンであれば収入が上がっていくと同時に生活レベルを上げてはいけない、一度上げた生活レベルは下げることができないからということで、その分資産運用に回すべきとの考え方がありますが、これは経営者にも当てはまるのでしょうか？もしくは経営者として会社と個人で資産形成を行っていく上では異なる考え方を持った方がいいのでしょうか？これは難しい質問だな。なんかな、まずサラリーマンやってる人っていうのはアパートをこれもぶっちゃけ買ったからといって生活レベルをいきなりは上げれないよね。ただ生活レベルを若干でも上げてもいいパッシングポイントがあります。具体的にこれはね、資産形成系のチャンネル見てる人でもあんまりこのことを喋ってない人が多いんだよな。これなんだと思う？あのうちは金融のチャンネルだからこれをあえて言うんだけど、ピークまで借りた後、これ借り切りってよく言うんだけどね、専門用語で。借り切りやった人っていうのはやっぱり生活レベルを多少なりとも上げてもいいのかなというふうに思っております。これはね、アパートローンとか、事業性資金っていうのはメインバンクで借りれる金額って大体決まってんだよね。でそのピークまで持っていけてる人っていうかサラリーマンの人だったら自分で事業を起こせないじゃん。勉強して事業を起こせない人っていうのはやっぱり生活レベルっていうのを上げることっていうのはまあリスキーなのかなというふうに思う。ある程度一定以上のピークまでお金を借りた人っていうのは銀行からお金を借りることができないわけだから、新規の物件買うのにね。だからまあ多少なりとも贅沢をしてもいいのかなというふうに。だけど事業者の場合っていうのは売上は青天井なんだよね。だからこれね、もうぶっちゃけ言うよ、ある銀行の支店長がすごくいいことを言ってた。ぶっちゃけ言うと北九州銀行という銀行が、アパートはね、九州がメッカだったんだね。まあ今どうなのかな、俺も最近不動産やんないけど、あの民泊とかもね、昔はコロナ前とかはすごく流行っててさ、でその時に北九州銀行の、まあ、ある支店長が駿河銀行の借り換え案件っていうのを俺が持ち込んだことがあるんだよね。その時に言ってたことがあって、駿河銀行のアパートローンっていうのは主にサラリーマンが借りるでしょ。サラリーマンの人っていうのは我らが東証一部上場企業 H 銀行の課長でどんぐらいかね、3代目1000万ぐらいかね。で管理職になってだいたい1500とかぐらいかな、まあ、1500万ぐらいじゃん。これが2000万3000万にはならんのんだよな。だから逆にもうこれ以上のピークのところっていうところが駿河銀行が貸してたら、その1000万の人が4億円借り取ったするじゃんか。ほんならこれをまあ北九州銀行が借り換えましたと。でもそれがその要は1500万にしかその年収が上がる見立てがないよっていう人がその4億円の借り入れをやってるっていうのはリスクかというとリスクだよね。僕がどんだけこの500万を返済に当てますみたいなことを言っても10年で返し切れるだけのキャッシュフローを身につけれるかというとそうじゃないじゃろ。だから俺は起業しよう思ったんだよ。しつと起業する前にこれをやろう思った。しつアパートローン借り取るときには H 銀行の行員よね。で借りたまま独立するよね。だからいろんなことあるかもしれんけど年収が青天井で上がるわけじゃんか。そうなってくるとその要は自分でも不動産をやろう思ったらできるよねっていうことよね。だからこれあの実を言うと俺今やってて、やってていうか結果そうなってんだけど、当時ね俺が H 銀行の三原支店にいる時の年収が多かった800万ぐらいだよ。あの手この手で5億ぐらい調達して辞めたんだけど、まあ今は逆にもうだいぶ減ったね。だいぶ減ったんだけど、今はやんないけど俺も。だけど年収まあ4000万をもつれぐらいだよ。上から2番目ぐらいが3600から700ぐらいじゃないの俺が。だから今多分俺不動産投資しよう思ったら多分できる思うよ。まあやらないけどね。けどそれは事業者としての目線があるからだ。だからそのアパートローンの規定にハマっとる人がアパートローンを借り切るまでは、そうサラリーマンの人が借り切るまでは生活レベルっていうのを上げてはいけないと思うんだけど、借り切った後は多少なりとも上げてもいいと。でも事業者はやっぱり勉強量だよ、攻撃あるのみだと思うよ。
勉強して頑張って収入を上げて、でそのやっぱり贅沢をしてもいいというのが個人的な見解ですよね。よくあの経営者の方でいうと、生活レベルを上げることによってそれをモチベーションにさらに売り上げをこう上げていくっていう方も結構いらっしゃるかなと思うんですけど、そこについてはやっぱりサラリーマンの中での予算が決まっている中でのこう使い分けっていうところと、やっぱモチベーションのところで生活レベルをわざと上げていくっていう経営者も結構いらっしゃるもんですかね。俺もよう知っとるし、パウル林って人とかそうじゃんだってね。いやこの間もなんか5億ぐらい集めたらしいね、なんかツイッターでね、オーバーナイト資金5億ぐらい集めたとかって聞いたことあるよ、なんかね。まあだからそれってなんかキャバクラで毎日俺は遊びたいって言ってるからってことでしょ。でもそれ集められるから、あの人は豪遊したいから集めるみたいないうのがある。だからそれがそれに都合つながってるっていうことだよね。だからまああれなんじゃない、そういうモチベーションで頑張っとる人っていうのが経営者の人は大半なんじゃないんかな。昔は俺もつつましやかな生活をしてたんだけど、まあ今もつつましやかなんだけど、まあ都会でレクサス乗れるような身分にはなったけどね。だからといってね、なんかやにくさい女だけにやっぱり飲みに行きたいとかそういうことは全く思わんよな。自己投資にお金使いたいとかいうふうには思うけど。だからまあそれは経営者それぞれによって違うとは思うんだけど、やっぱり役員報酬のために頑張るっていうのはあるかな。やっぱりそのために俺が絶対必要なことっていうのがあると思う。人間性なんだよね。サラリーマンの人が経営の勉強をしてうまくこう勉強だけで言うと俺よりもだいぶできるという人いっぱいおるんよ。だけど成功しないんだよね。だけど俺なんかみたいにやっぱり人間性があるとは言わないけど、だけど少なしあんま人には嫌われないから、ちゃんと勉強したことを実践してるからまあ儲かるっていうかね、儲かるからこそまあ今ちゃんと生活ができてるっていうのはあるよね。だからそのサラリーマンでやってたことが会社に入って全く通用しませんっていう、通用しないからこそあなたは会社員から経営者になれない人だから、その生活レベルを上げちゃいけないですよっていうのが正解だと思う。そうかといってチャレンジしない手もないんだよね。一回そこに踏み込んだ人というのはもう必死になって勉強するべきだというふうに思います。ダメだったら俺がダメって言ってあげるから、あんたもうサラリーマン戻った方がいいよって言ってあげるからね。いやそういう人はじゃあどこでそういう話を聞くのっていうことなんですけども、昔はマンツーマンで教えてたんですけど今高いんだよね、まあまさしがね。そういうことで今はグループコンサルというのをやってるんですけども、毎月1万2000円かかります。5人1組のクラス、10人1組のクラスというのがありまして、まあ、資金繰り、資金調達のクラスが一番多いんですけども、主に6つのテーマに分けてお話をしております。100社ぐらい参加してんのかな？100社超えてると思うんですけどね。200社ぐらいまで頑張ってやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それと別に、うちの会社は資金繰りのチャンネルなので、今資金調達したい人っていうのが多いんですよね。だからそういう人のために、個別面談コースというのを用意しております。こちらは30分4万8000円いただいてるんですけども、財務諸表から何から書通り見ます。で、これの何がいいかというと、うちが資金打つんだよね。だから、資金繰りの本当に問題を解決したい人ね、は、そこに申し込んでいただけたらというふうに思いますね。実際解決した人がもう結構出とる。うちが資金つないで。だからやっぱりその原因見つけてから、じゃあこうしよう足を言うようなところを結構考えてやっていってますんで、30社ぐらい参加してんのかな、50社ぐらいまでやっていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。最後にまあそうは言っても無料で聞いた方がいいと思うんですね。最初は無料で聞いて、そこにまあ誘導できるものなのかどうかというところの相談もやっておりますので、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。